回収時の SCP-3883。アイテム番号、SCP-3883。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-3883 はサイト、16の標準安全ロッカーに保管されます。SCP-3883 へのアクセスにはレベル2以上の承認が必要です。SCP-3883 による実験の許可を要請した職員は、最初に詳細な実験手順ログをプロジェクト監督者に提出しなければいけません。説明。SCP-3883 は緑色の触手をかたどった全長 16.5cm のシリコン製ビルドです。SCP-3883 は2種類の異常性を有しています。第1の効果は SCP-3883 が反射面の前に置かれた際に。第2の効果は当該オブジェクトの 1.5 メートル以内で人間がレム睡眠に入った際にそれぞれ発現します。SCP-3883 が反射面の前に配置されると、結果的に生じる反射像は、オブジェクトを観察するのに用いられている反射面の種類に応じて SCP-3883 と異なる外見に変化します。改変された反射像の概要は以下の通りです。反射面反射像、鏡、特筆すべき点のない、普通の SCP-3883 の反射像。液体、緑色のオクトプスブルガリス、マダコ。透光性の、不透明でない、窓。顔の下半ばはから複数の付属紙が垂れ下がっている人型実体。抵抗性の姿勢をとっている。技術的な画面、緑色の球形生物。身体の全部にある単眼と、胴体の頂点から突出する複数の付属紙を特徴としている。付属紙の先端には余分な目が存在する。食品関連アイテム、アステリアス・ルベンス、キヒトデ、に類似する緑色の生物。反射像はアステリアス・ルベンスの接触習性と同一の挙動、すなわち体外への異の放出を行っている。これは威嚇の試みであると考えられている。人間が SCP-3883 から 1.5 メートル以内でレム睡眠に入ると、その人物は非常に現実的な夢が関与する精神状態に入ります。影響者は自らの意志でこの精神状態を抜け出すことができません。完全な意識を取り戻すには、夢の中で、死を経験するか、外部の力で起こされる必要があります。SCP-3883 は一度に一人にしか影響しません。SCP-3883 影響者が述べる夢の詳細は幅広く変化しますが、特定の共通テーマがあります。SCP-3883 実験の全被験者は、SCP-3883-1 と指定される敵対的実体から追跡されたと報告しています。SCP-3883-1 は様々な姿をとって出現することが注目されていますが、複数の付属紙と SCP-3883 に色調が似た鮮やかな緑の体色を有する巨大生物、直立時20メートル以上、として描写される傾向があります。SCP-3883-1 は知覚力の兆候を示しており、収集されたデータをもとに、現時点では SCP-3883 が別な方向性をとって顕在化した存在だと理論上想定されています。眠っている人物は、単純に夢の中で話すことによって SCP-3883-1 との意思疎通を確立できます。会話において、SCP-3883 は交流する財団職員に対し、様々に異なる態度をとっています。詳細は付属のインタビューログを参照してください。インタビュー3883-1。20、年0、2月3日。政府クラスアイテムを専門とするサイト、16所属研究員のハーピー博士は、SCP-3883-1 との意思疎通試行を要請しました。要請は承認されました。起床時、ハーピー博士は以下のログに転写された内容の夢を報告しました。記録開始。レム睡眠に入ったハーピー博士は、自分が一般的な大都市圏の風景の中にいることに気づく。
即座に地面が揺れ始める。身長およそ15メートルの人型実体が姿を見せ、複数の建造物を破壊する。この生物は、色調と触手に似た多数の付属子をもとに、ハーピー博士から SCP-3883-1 であると断定された。ハーピー博士は SCP-3883-1 が接近しても身動きしない。ハーピー博士のボディランゲージは困惑を示し、以下の会話が交わされる。SCP-3883-1、恐れぬのか、人間。ハーピー博士。いいや、恐れてはいない。我々は君を研究している。これが単なる夢であり、君が物理的に私を負傷させられないのは分かっていることだ。私の名前はハーピー博士という。SCP-3883-1、愚かなり。ここに夢などありはせぬ。我輩からな、金顔の無者。恐怖に駆られ逃げるがよい。ハーピー博士。その気はない。実は君と話がしたかった。いくつか質問がある。SCP-3883-1。人に答えることなどない？我を恐れよ、上妙の者。ハーピー博士。君は自分が実際には何なのか分かっているのか？夢の外側では、君はただの性。SCP-3883-1。やめろ。もう十分だ。この時点で、SCP-3883-1 は付属紙の一本でハーピー博士を叩き潰し、夢の中で、殺害、されたハーピー博士は起床した。記録終了。インタビュー3883-2。ハーピー博士は20、年0、2月9日に再び SCP-3883-1 へのインタビューを試みた。記録開始。レム睡眠に入ったハーピー博士は、嵐のただ中にある貨物船らしきものに乗っている。身長およそ10メートルの人型実体、外見をもとに SCP-3883-1 と断定、が水中から出現する、以下の会話が交わされる。SCP-3883-1、いからな、深みにありて貪る者は再び宴のために帰還したぞ、上妙の者。ハーピー博士。やあ、また会ったな。君にいくつか質問がしたい。SCP-3883-1。また貴様か？前回何が起こったか覚えていないのか？我を恐れることを学んだか？ハーピー博士。先に述べたように、君を恐れる理由がない。私は夢を見ているだけだ。質問を始めても構わないかな？ハーピー博士が話を得た時点で、SCP-3883-1 は苛立っているように見受けられる。SCP-3883-1 は船を攻撃し、やがて船体に穴を開ける。船はゆっくりと沈み始める。SCP-3883-1。ははは、不安でたまらないであろう。逃げ場はない。貴様はここで死ぬのだ。ハーピー博士。いからな、何回言わなければならない。私にはこれが夢だとわかっている。君はどんな苦悩であれ私には与えられん。私が何を恐れると言うんだ？ SCP-3883-1。我を、恐れよ。この時点で、SCP-3883-1 はハーピー博士を掴み上げ、海に放り出した。水面との衝突時にハーピー博士は夢から目覚めた。記録終了。インタビュー3883-3。ハーピー博士は20、年0、2月10日に3度 SCP-3883-1 へのインタビューを試みた。記録開始。レム睡眠に入ったハーピー博士は、応接間らしき場所にいる。肘掛ケースとソファが一脚ずつ置かれている。肘掛ケースには鮮やかな緑色のマダコ、オクトプスブルガリス、が乗っている。ハーピー博士はこれを SCP-3883-1 と仮定した。SCP-3883-1 はハーピー博士に着席を促し、以下の会話が交わされる。ハーピー博士。ではいからな、ついに質問に答える準備ができたということかな。なぜいつもの設定を変えようと思った？ SCP-3883-1。あなただときついて諦めました。古い慣習ではあなたに効果がないのは分かっていたことです。最初に会った時点ですでにきついていました。
私はただそれを否定したかった。ハーピー博士、なぜこの、古い慣習、に執着している？なぜこういう夢を見せるんだ？ SCP-3883-1 私が何者なのかを知らないのですか？つまり、ここではなく、外側の話です。現実世界の。私が何のために使われているかを知っていますか？ハーピー博士。ああ、わかっている。だが、SCP-3883-1 私を見たことがありますか？職種ですよ。私は巨大な名城市仇存在とか、都市を破壊する怪獣とかの一部であるべきなのです。後輩の代用品、代用品などではなく、あんな恥ずかしい目に。ハーピー博士。それでは、これらの夢は君にとって逃避の一種であるのかな？ SCP-3883-1 その通りです。それに、私はそこに問題があるとは思っていません。これはアイウィンの関係です。私は自分がいつもなりたいと思っている存在を装うことができますし、あなたたち人間も一生に一度あるかないかの面白い夢が見られるでしょう。ハーピー博士、理解できる。SCP-3883-1 博士、その、実はお願いがあるのです。ハーピー博士、何かな、いからな。SCP-3883-1時々、新しい顔ぶれを送ってはくれませんか？私はただ、このちょっとした見せかけを続けていたいのですよ。私には大いに助けになります。ハーピー博士。できる限りのことはしよう。ハーピー博士はこの時点で起床し、夢を記録した。記録終了。ホイ3883-1。インタビュー3883-3に鑑み、毎週1回、SCP-3883 の近くで少なくとも一人の D クラス職員、または SCP-3883 の効果を知らない研究職員に睡眠を取らせる要請がなされました。収容プロトコル変更の承認は保有されています。